ポートコロンバス国際空港、ポートコロンバス国際空港、ポートコロンバス国際空港、IATA, CMH, 略称ポートコロンバスは、アメリカ合衆国オハイオ州、コロンバスにある国際空港である。コロンバス市のダウンタウンから、東およそ10キロメートルの距離にある、オハイオ州内の主要な空港の一つ。本空港は、コロンバス地域空港局。 により、近隣のリッケンバッカー国際空港、ボルトン空港と共に管理されている。空港コードの CMH は、現在では使われていないコロンバスミュニセプルハンガーという名称の略である。主に旅客空港として、14の航空会社によって、37の空港に対し1日あたり180の直行便が就航している。2006年には、 旅客数が670万人を超えた。本空港は、オハイオ中央部の最大の旅客空港であり、クリーブランドホプキンス国際空港に次いで、オハイオ州内で2番目に利用者が多い、全米では57位2005年。アメリカウエスト航空は2003年まで本空港を地域のハブ空港として運用しており、その後、スカイバス航空が本空港をハブ空港として、 2007年5月22日に運行を開始した。本空港は2つの週間高速道路270号線、北東側及び670号線、西側に面していることから、車でのアクセスが容易である。主な空港接続道路は670号線に直接接続しているインターナショナルゲートウェイであり、空港へのアクセスはシンプルなものとなっている。 本空港は地元の芸術品を多く展示していることでも知られており、子供たちの絵画その他の寄贈品などがある。コンコース B へのセキュリティチェックポイントのすぐ前に設置されているブラスストロークスインフライトと名付けられた彫像、ロイリヒテンシュタイン製作が一番知られている。本空港はもともと、チャールズ・リンドバーグが1929年7月8日に、 ニューヨークからロスアンゼルスまでの大陸を鉄道と航空路で横断するルートのうち、東側の空路の起点として選んだ場所に開港した。ニューヨークからの旅客は、ペンシルバニア鉄道の豪華な夜行急行で、コロンバスまで移動し、コロンバスからオクラホーマ州、ウェイノカまで空路で、ウェイノカからニューメキシコ州、クロービスまで再び鉄道で、 最後にクロービスからロスアンゼルスまで空路で移動した。当初の空港のターミナルビルや格納庫は今でも存在し利用されている。かつてのターミナルビルはリニューアルされてレンタルオフィスとして用いられ、当初の格納庫は今でも空港の業務に用いられている。1939年まで本空港には1日あたり14便が就航していた。このうちの10便は 大陸横断及び西プ航空、トランスワールド航空の前身であり、残りの4便はアメリカン航空の便であった。トランスワールド航空の平均旅客数はこの頃1日あたり21人であった。13年後の1952年には東西に伸びる滑走路は4500フィートから8000フィートに延伸され、当時中西部で最も長い滑走路となった。 開港50周年にあたる1979年には7、0ドルを費やして施設の改修が完成した。この改修で空港の対応可能な便数は1日あたり250便に拡大し、それぞれのゲートに直接航空機に搭乗可能なジットウェイが設置された。10年後の1989年、1、550万ドルを用意した7つのゲートを備える2つ目の コンコースが完成し、US Airways に独占的に使用された。第3のコンコースは1995年に完成し、現在ではコンコースシートされている。1998年から2000年にかけて、相次いで空港の拡張及び改修プロジェクトが完成した。この中には1998年に行われた店舗の追加や新しいフライトインフォメーションのディスプレイの導入。 照明の強化、床面の改善、新しいフードコートの設置などの2500万ドルをかけたターミナルの改修が含まれている。またネットジェッツ社向けの新しい格納庫やオフィススペースが1999年に完成した。旧200万ドルをかけた新しいパーキングガレージや地下からのターミナル入り口、レンタカー設備、地上交通機関のためのスペース、2階層8車線の ターミナルへのアクセス道路、新しいアトリウムやエントランスが2000年に完成した。2004年4月25日には195フィートの高さの新しい管制塔が初めて業務を開始し、2025年までに予定されている施設整備の第一歩となった。本空港は2164エーカーの敷地を有し、レーンアビエーションとミリオンエアーの2社の施設を 敷地内に有している。2001年エグゼクティブジェッツアビエーション、現在のネットジェッツ社が18,850平方メートル、20万平方フィートの運行本部を本空港に開設した。2006年11月には、スカイバス航空が本空港に隣接するコロンバス国際エアセンターに9,290平方メートル、10万平方フィートのオフィス及び、 格納庫施設の賃借を開始した。最初に本空港に就航した主要な航空会社はトランスワールド航空であった。同航空会社はその後70年間の航空規制時代にわたって本空港での運航を続けた。トランスワールド航空は特定の旅客に対するクラブを2000年まで提供し、同航空のゲートやクラブ施設は財政危機において アメリカウエスト航空に引き継がれた。1990年代においては、本空港はアメリカウエスト航空のハブ空港であったが、2003年に同航空はハブ空港としての利用を停止した。2001年のアメリカ同時多発テロ事件直後の航空不況時代の財政的損失や路線、ハブ空港としての損失などから、コロンバスをハブとして位置づけることをやめたものである。 現在では、デルタ空港が小規模な集約都市としての機能を、本空港に持たせている。2007年5月22日からは、新しい格安航空会社である、スカイバス航空のハブ及び本社所在地としての役割を果たしている。空港の建物は、3つのコンコースからなり、合わせて44のゲートがある。各コンコースは一らなりの建物内にあるが、各 コンコースごとにセキュリティゲートが別途設けられており、別個のエリアとして管理されている。本空港からの旅客の多くを運んでいる航空会社は、サウスウエスト航空、デルタ航空、USA アウェイズ、そしてアメリカン航空である。これらの航空会社は、その他の7つの航空会社と合わせて旅客輸送を担っている。2006年には、これらの航空会社は、 前年より1.9%多い合計673万人余りの本空港利用客の輸送を行った。本空港はまた貨物輸送や郵便物の扱いを行っており、1-0000個を超える貨物と850万個以上の郵便物を2006年には取り扱った。ポートコロンバス空港と他のエリアを結ぶ公共交通機関にはバス及びシャトルバス、 タクシーなどがあるが、あまり多くは利用されていない。自家用車の利用か、旅行者の場合には、レンタカーの利用が一般。本空港は、セントラルオハイオトランジットオーソリティ、コッタのバスによってアクセスすることも可能である。コッタのバス路線は2つあり、他のバス路線と連絡する地域を横断するバスと、オハイオ州立大学からの路線である。前車は1日数本あり、後舎は 各四半期の最初と最後の週のみ運行する。空港発のタクシーは、ダレスエアポートタクシーが取り扱っている。シャトルサービスは、コロンバス市ダウンタウンへの路線、20分ごとその他が用意されている。2005年に、コロンバス地域航空局は、プログレスイズビルディングと呼ばれる、本空港の大規模改修プログラムの詳細を明らかにした。 このプログラムには利用者へのサービスや、便宜の向上とともに、旅客取扱い量の増加を可能とするいくつかの要素が含まれている。このプログラムのための費用は、空港再建、資本準備金、利用者の施設利用料、FAA による空港改善プログラム補助金その他の連邦基金などで賄われ、地元の税金の支出はなされていない。プロジェクトの重点項目は以下からなる。 予想される旅客数の増加に対応するために、現在のターミナルは新しい施設が建設されるまで利用可能とすることで、その容量を最大化する。このための改良には、セキュリティチェックポイントの拡張や、洗面所の増設、荷物処理システムの増強、店舗スペースの追加、インターナショナルゲートウェイ、空港接続道路のインターエンジの改良などが含まれる。 容量改良工事は2005年に始まり、現在も進行中で2012年に完成することが予定されている。旅客数が増加した際にも、より良い旅客へ交通手段を提供するために、空港接続道路であるインターナショナルゲートウェイとステルツァー通りの立体交差化を含めた改良工事が予定されている。これにより、 インターナショナルゲートウェイ上に現在ある2つの信号はなくなり、道道路は北に移されることになる。最終的な改良工事は、将来建設される新しいターミナルビルの建設の目のスペースを残すように計画されている。工事は2005年に開始され、2008年には完了することが予定されている。インターナショナルゲートウェイの移設や他の空港改良によって、 もう一つの誘導路が建設される予定である。これにより北滑走路と南滑走路の間の航空機や地上車両の地上移動がより効率的なる。新しい誘導路は現在滑走路がある西側に建設されることとなり、インターナショナルゲートウェイの改良工事と同じスケジュールに沿って行われる。現行のレンタカー施設はターミナルに接続した。 旅客駐車場ビル内に設けられている。空港は現在の施設を外側に拡張し始めており、専用施設にレンタカー施設を移して新たな施設が建設されるで、現在の施設の使用を継続できるようにする。この専用施設は空港の西側に建設され、交通量を減らし、現在と計画されている新しいターミナルのいずれからも利用可能となるように予定されている。 現在のところ2012年の施設完成が計画されている。現在のターミナルに接続する大きな新しいターミナルは現在計画段階にある。新ターミナルは需要に対応するために順次建設されることになる。第一段階には現在のターミナルとの連携で機能する8から10のゲートを有するターミナルが含まれるほか、ゆくゆくは 現在の駐車施設を置き換えることとなる旅客用の新しい駐車施設が建設され予定である。この4年にわたるプロジェクトは本空港で計画されている一番大きなものであるが、機構は最後になる。建設は2014年までは開始される予定とはなっていない。次第に現行のターミナルを新しいターミナルが置き換えていくことになり、2030年代に予定されている。 旅客数2000万人到達の際には、最終的に75のゲートを有するものとなる予定である。計画されているターミナルの建設用地を確保し、将来のフライト数の増加に備えるために、南滑走路は現在の1から700フィート南に2012年までに移設することが予定されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。